99式軽機関銃は1930年代後期に開発、採用された大日本帝国陸軍の軽機関銃。99式軽機関銃。右奥には96式とその重心単体が展示されている。本銃は96式軽機関銃を基本設計に開発された新型軽機関銃であり。 当時の世界の数勢に合わせ口径を 6.5mm から 7.7mm に拡大したことが大きな改良点である。外見は96式ケーキの開発時に参考にしたとされるチェコの ZB26 ケーキや ZB30 ケーキ、ZB26 ケーキの使用実法を303ブリティッシュ団に変更してライセンス生産したイギリスのブレーンケーキにやや近い。 しかしながら内部機構には多くの国産機関銃と同様にフランスのオチキス機関銃の影響が強く見られる。元になった96式軽機が傑作銃であったため、その構造を引き継いだ99式軽機も優秀な軽機関銃であり、また工作精度も一段と向上し、命中精度、信頼性ともに高く、第一線では好評であった。 99式系機に対しては97式車最重機関銃と比較して幻装薬を使用せねばならなかった点について ZB26 を直接 7.7mm 化した97式車最重機関銃を母体とせず 6.5mm の96式系機関銃を 7.7mm に拡大するという上とも見える開発手法に原因があるとみて その開発方針には批判もある。とはいえ、もし97式車最重機関銃を母体として、開発することで97式実砲の使用が可能になっていたとすれば、史実のような高い命中精度や少ない故障頻度は、おそらく実現できず、またこの場合は99式小銃にも97式実砲が供給されることになっていたはずで、第一戦部隊の非力戦能力はより低下した。 ものとされる96式ケーキとの主な相違点は次の通り、本銃は96式ケーキと同様に重心内にクロムメッキが施され、他国のケーキに比較しけた違いに高い耐久性を誇った。また96式ケーキ管銃と同様に三脚下での運用は考慮されていない銃剣着剣装置については96。 指揮系機関銃着検装置を参照。総生産数は合計約5万3000兆と推定されているが、この生産数は日本軍の規模から考えると6 5ト、mm、ル装備部隊が少なくなかったことを考慮に入れてもやや少ない数と思われる。必要定数は満たしてあまりあるが、損耗補充まで考えれば決して十分ではない。空の新兵と謳われた。 陸軍落下山部隊で運用されている99式軽機、ベッド落下山投下された物量箱から各種武器や装備を取る低新兵落下山降下後に装備を整え展開した低新兵。中央上部の2名は99式軽機を、手前の1名は100式火炎発射機を保持している30年式不標銃が開発されて以来、 帝国陸軍が使用する消火器の光径は6 5ト、mm、ルが主力であった。この30年式実砲と38式実砲は大人には十分な性能であったが、当時の諸外国が採用していた7ト、mm、ル級に比べ車両等の大物威力が劣ることが懸念されていた。そのため、主要火器の光径を6 5ト、mm、ルから7 7ト、mm、ルへ、 拡大化する計画が立てられ、主力重機関銃が3年式機関銃から92式重機関銃へ改変された。この92式重機用に開発された弾薬が92式実砲である。92式実砲の原型は、航空機関銃である89式、旋回機関銃用に開発された89式、実砲であり、89式実砲は89式、 固定機関銃でも採用されていた。小資源国家である日本が、多種多様の光景の消火器を装備することは補給の点からも望ましいことではなく、他の消火器の光景も 7.7mm で統一することとなり、軽機関銃も96式軽機から99式軽機に改変し、これに伴い小銃もまた並行して38式不標銃に変わる99式小銃。 式銃が開発されたのであるこの経緯について小銃が先行していたかのように解説されることが多いが、永年の検案ではあったがなかなか踏み切れずにいた、全軍装備の 7.7mm 下に踏み出させる直接の契機となったのは、中国国民党軍との戦闘で11年式軽機関銃と十八式不標銃が、z b 十六と艦用十八式小銃。 中性式不やりに圧倒されたことであった。この実砲の統一化を進めるために、陸軍は数種類の規格と名称が混在していた7 7ト、mm、ル弾を整理し、従来のセミリムドの92式実砲を航空隊専用弾とし、従来97式実砲と呼ばれていたものを92式実砲と解明し、形式としての97式実砲を廃盤とし、 陸上部隊用の7 7ト、mm、ル弾薬は、この新92式実砲に統一されることとなったのである。この通達と、各種改正措置は1940年中に行われ、セミリムド実砲を使っていた92式重機は、改正処置を受けて、リムレス実砲にも対応したものへと改められることともなった。また、99式実砲も元来は、 軽機用として開発が進められたものである。重機用の競争薬弾威力の 7.7mm 弾は反動が強く軽機で用いるには厳しく威力を落として反動を軽減する処置が必要であったが補給の観点から重機の弾薬と互換性を有することも必須条件であった。そのため新型軽機の研究方針及び設計主要条件にある通り 92式実法と同一外形で初速を秒速730メートル程度とするリムレスの新実法の使用を前提として開発が行われた。軽機の弾薬は小銃の弾薬と共用であることが望ましいため、新型軽機に引きずられる形で新小銃の弾薬も99式実法を使用することとなり、銃器と軽機、小銃の間での完全な弾薬の統一は、 果たせなかった。しかし99式短小銃にとっても99式実砲の採用は射撃時のハンドリング工場という面では有利に働いたものとみられる。新92式実砲と99式実砲の薬莢は外観寸法上は完全に互換性があり、陸軍の7 7ト、mm、ル銃は照射距離が合わないという点を別にすれば、 どちらの弾丸も利用することができた。日本の国力では全兵器の後継変更を完了させるにはかなりの時間を必要とし、結局のところ太平洋戦争終戦時になっても装備改変は終了しなかった。投入地域や部隊ごとに後継は統一されていたものの戦線の拡大や増援のため次第に旧型装備部隊も大陸などから 新型装備部隊が多い南方戦線に回されることとなり、陸軍の中で 6.5mm と 7.7mm が混在して使用されたこと、しかもその 7.7mm が航空機関重用、重機用、軽機、小重用でそれぞれ異なることなど、陸軍の補給体系は複雑で問題が多かった。また、陸軍の 7.7mm 弾は、 海軍の97式 7mm7 固定機銃や92式 7mm7 旋回機銃、92式 7mm7 機銃などの 7.7mm 弾とも規格が異なるので、陸軍からの供与兵器を除いて、陸海軍間で弾薬の融通ができなかった。これらの理由から、ただでさえ、日本軍の弱点であった補給にいらぬ混乱を招く、結果となってしまった。 99式ケーキは、分隊支援画期的な運用で極めて優秀な性能を発揮したが、生産性の向上や後の汎用機関重的な運用を目的に、いくつかの後継ケーキが試作された。相談機構の改良が主な要目であったが、99式ケーによる96式ケーとの完全な置き換えが、目下の最優先とされたことや、92式重機の後継として、 同時期に開発された一式重機関銃ともども、明確な運用方針が定められなかったこともあり、姿勢、または少数の製造のみに終わった。1941年頃に開発されたもので、研究機関の違いにより、以下の三つの形式が並立する。あとの三式景機の先行試作型としての意味合いが強いもので、量産はされなかった。一型、南部基次郎を率いる。 南部重製作所にて研究されていたもの。実質的には99式計器の紹介量版で空底部隊向けに簡素化された分解機構の実装や発射速度の高速化などが行われた。新潟東京ガス電気工業で研究されていたもの。もともとは92式普通実報と99式普通実報の混用を可能とするために開発されていたもので。 相談機構は92式重機と同じ補弾板が用いられていた。高度大津があり、大津のみ後ろ足を装備。重傷の取り付け位置が99式定機の悪波根本付近から機関部後端に変更されたことにより、より連射の衝撃を受け止めやすい自家重傷へと進化した。3型、2型をベースに名古屋陸軍造兵賞にて研究されていたもの。 実質的に99式ケーキの戦時省力型とも呼べるもので、相談機構は製造が容易な ZB26 ケーキ型の長方形箱断層を採用していたが、正式採用には至らなかった。重症は2型と同じ時期重症型となっていた。1943年頃に開発。99式ケーキの戦訓や、 自製一式契機で得られた知見を集約した改良型で帝国陸軍が開発した最後の契機。実質的には92式、1式重機をも置き換え売る日本初の汎用機関銃とも呼べるものであった。相談機構は92式重機と同じ補弾板を採用し、92式普通実砲を用いることもできた。重傷は、 姿勢一式ケーキ3型の実機重傷をさらに細身にしたものを採用している。99式ケーキや姿勢一式ケーキとの機能上の際は、後ろ足が重傷からク波先端へと移設されたことで、これによりク波は従来のピストル型から細長い棒状のものへ変更されている。99式ケーキの生産が優先されたことや、 用途が先行の一式重機と重複することなどから、ごく少数の製造に止まった。http://www.lonesentry.com スラッシュアーティクルスラッシュ jp スキットウィープ。http://www.lonesentry.com スラッシュアーティクルスラッシュ jp スキットウィープ。 1940年以降は92式実報と名称変更された。AB 田島治牛尾掃除 &P プロダクション年表、別冊映画秘宝特撮秘宝ボリューム3、陽泉社、2016年3月13日、ピアニッシモ、102から109、ISBN978 から4から800308658。ありがとうございます。